そしてバシッとね、バシッと専務実況パート24でございます。どうもアザラシです。引き続き、引き続きというか、引き続きというか、あのあれですね、あの刀の唾とね、刀の方を手に入れたので、道場の方に差し込んで、その道場の地下の部屋を探しております。ろうそくを探すか、ろうそくが尽きたか。ろうそく持ってるぞ、そういえば6本もあるぞ。ろうそくは刺すわ、マッチで火つけるわ、やりたい放題。ろうそくは刺すわ、マッチで火はつけるわという。葉月家の地下を探訪中です。探訪は葉月家の地下、これ持ってもしょうがなかったしな。なんなら私の一枚でも欲しいぞ。何かな。お？お？これはあれか、明るいからこれができてるのか。陰徳陽法。陽法。法。善行を積む者はいつか報われる。陰で徳を積んでれば いつか報われるって、そんな感じか。わざわざガシャってこう広げんでよかったんじゃないか。陰徳陽法。親父もわけのわからん趣味をしとるな。このあの書道の掛け軸みたいなやつ、密かにこの斧か。なんでこんなところに。確かに使いそう。これは何なの。親父の書道がいっぱい置いてあるかもしれない。このお、技書っぽい。鎧同士、何か技の名前みたいだな。結局あの骨董屋で買った本、骨董屋で読んだよ。骨董屋で手に入れた技書一個も読んでないんだよな。実はついね。あれ、あった、火つけよう。まだ使えそうだな。あとは火をつければ楽しいな。こうやって調べるの楽しいな。敵が出てこんからいいよね。敵というかモンスターが出てきそうだもん、 RPG なら。もう別にもう安全安全。何か手がかりになるものはないのか。マッチの補給しとこう。マッチに見せかけて実はいないようだな。マッチに見せかけて実はこの風船ガムのオレンジ味かもしれんと思ってしまったが、まあサイドから攻めてますね。何これ。見たことない武器だ。え、手裏剣の一種。返すんかい。これがこれからのメインウェポンになっていくのかと思ったのに。多少は明るくなったな。ろうそくの感想なんていいですよ。その感想はいいです。随分古いな。親父が集めてたのか、それとももっと古くからあるのか。他を探してみるか。蔵はないのか。これ何これ。岩塩。蓬莱白薬。白薬。そういえば親父から聞いたことがある。確か中国の武術家がよく使っている薬だ。へえ。親父はどこでこれを。多分もう賞味期限切れしてるぞ。蓬莱白薬。そういえば親父から聞いたことがある。同じ説明を。確か中国の武術家がよく使っている薬だ。親父はどこでこれを。あとはここも調べられんし、他を探してみるか。下は動かん。下は這うように視線を。ないね。こう見たから次はこっちの棚。こう見たし、
また蓬莱白薬みたいになってた。ハチリさん、ハチリさん、なんかの薬みたいだな。だいぶ古くなってるけど、親父が使っていたのか。ハチリさんの三の字ってこうだっけ。三散るかな。知り合いの蔵を整理していたら、ハチリさんとか蓬莱白薬。絶対これ、絶対これシェンムーの話だろ。嘘つき、嘘待つ。もう一回見ていい？ハチリさんの字が違うかなと今思った。ハチサト、ハチリさん、いや、合ってるな。なんかの薬みたいだな。だいぶ古くなってるけど、うん、親父が使っていたのか。出てこねえってことはあんまりメジャーな薬じゃないんだろうな、きっとな。さらー、家紋が入っている。しかも家紋が入っている。杯、葉月家に由来のあるものなのか。うん、上に上がっ持って上がっといたら、これ1個しかないのもちょっと変だし、あ、上に持って上がっといたら、こんだけか。なんだ、棚を引きずった跡か。今のがヒントになっているということは、蹴鞠ですね。鞠、綺麗だな。だけどなんでこんなところに。まあ確かに怖いね。なんでこんなところに鞠があるんだろうってこと考え出したらちょっと怖いね。ん、ん、なんか字が書いてある。あれ、お札みたいだな。あの札、何の意味があるんだ。特に変わったところはないか。この札の、あ、今下、鏡はどこにあるんだ。下行けた。特に変わったところはないか。一個一個上げてみよう。下、ろうそくゲット。まだ使えそうだな。結局コンビニ、トマトマートで結構懐中電灯であったり、他を探してみるか。あと上野だ、懐中電灯であったり、ろうそくであったり変えたんだけど、誰が使ってたんだろう。戻す、マッチ、まだ使えそうだな。あとは火をつければ。とりあえず全部火つけていくよ。コンビニ、まあコンビニでね、いろいろ変えたんだけど、こっちでもほとんど揃うんだよねっていうね。これだいぶ明るくなってきた、なってきた。文鎮だな。文鎮かな。終わり。本かな。星座？星座？それも中国のだ。一つ一つ丁寧にやっていってるね。これは何の葉だ？不思議だな。全然乾いていない。透け取るけど向こうが。乾いてないってどういうことなんだ？透け取るぐらいの葉っぱだけど。白い葉を手に入れた。あとここを調べたらもう、あ、まだこの辺の箱があるな。いやー、調べるところがいっぱいあるな。楽しい、ワクワクですね。若い頃の親父か。修験達じゃないの。隣には誰なんだ。親父の写真ゲット。しかし親父って何をしてる人なんだ。こっちには俺が隠すとしたらどうする。龍の方は桜の木の下に埋めてあった。もう一枚隠すとしたら。独り言が大きい。派手な絵だな。
日本じゃ見かけない図柄だし、親父はどこでこれを。派手な絵だな。日本じゃ見かけない図柄だし、超ヒっぽい。親父はどこでこれを。三国志の。これも気になるけど、この下が、これはこれは開けられない。残念。じゃあまた例によってろうそくに火をつけよう。まだ使えそうだな。ろうそくに火をつけるぜ。いいマッチで火つけるの楽しいよな。中学校の理科の授業とかでマッチに火つけられない人がいっぱいいて、ほとんどの人がマッチに火つけられなくて、自分はさっそうと火をつけて、おおみたいな、そういうのなかったですか。まあ、マッチ使う ところなんてあれしかないけどね。ガスバーナーのところしかないけどな、マッチ使うの。最近じゃ何か入ってるな。最近じゃ危険も考えてあれかな、カチカチってやつかな。服、うん、なんだろう、変わった形だな。鍵っぽいけど、あまり見かけない形だな。もしかすると日本のものじゃないのか。日本のものじゃないかもしれないなっていう、そのもしかしたら感ないよな。親父は頻繁に割と中国行ってんだろうし。またなんか、あら、手に取ったはいいけど全然何のリアクションもなしで、ああすぐ返しちゃうな。何も操作してないよ。勝手に返しちゃうわ。でここを開ける。何もない。もう全部見たね。もう見たね。これを押しゃいいんじゃないですか。引くんだ。ん？ん？何が書き込まれてるの？刺す。刺す。な、ここだろうね。ん？あそこの壁、微妙に色が違うな。どうすんだろう。もう斧で壊すしかないと思うけど。音が違うな。ここか。で。いちいちヒント書き込む必要ある？ヒントというかそのメモを取る必要あるか？そのメモ、これでいいでしょう。この斧なら壁を壊せるかも。時間がすげえな。もしかしてシェンムー時間で今これもう12時過ぎてんのか。大室に斧は投げ捨てる。葉月家の家紋。この箱は、あった。これが宝王鏡か。変わった音がした。またポケットにしまいおるし、箱に入ってたんだからさ、箱に入れてからせめてどっか保管するとかさ。しかもめちゃくちゃ大事なもんなんだから。俺は下に置き、1時1分。何、鏡をさ。鏡が見つかったんですか、りょうさん。鏡をおもむろに持ち出してんの。俺が宝王鏡っすか。俺なんか怖いっす。怖いっす。引き込まれるような気がする。りょうさんやめてくださいよ。これまさか呪いの鏡じゃ。誰に聞かれとるかわからんのだからさ。なんか感じるんだ。うまく言えないが。中二。ほら、そういうのが一番危ないっす。もうりょうさんの魂が。福さん、名義。福さん、真面目に聞いてくれ。俺は大真面目っす。もういい。ちょっと一人で考えさせてくれ。あ、
はい。この鏡を陳大臣のところへ持っていくんだったな。そうだな、もう一つ鏡があるんだからみたいなこと言ったもんな。午前1時16分すごい時間になってるなまだ寝るしかねえな。ということでパート24はここまでということにします。長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたと。まだひたすら蔵の中にいたからね、ちょっと閉塞感が半端ないけどね。蔵っつうかその地下にいたからね。次は陳大臣に会いに行くのかな。陳大臣に会いに行きましょうね。ほいじゃパート24でした。